ああ、このペーパーレス時代にどんだけ資料が溜まっていくんですか。つべこべ言わずちゃんと押せ。はいはい。どうした？前から気になってたんですけれど、この扉何なんですかね。ああ、私もこの扉の向こうがどうなっているのか知らんな。まさか開かずの扉とか。まさか。機械室とかビルの保守点検用の扉だろ。中には無数のカット目を見開いたこけしが陳列されているとか。アホか。この世に開かずの扉があるとしたら最新くらいなものだ。最新？何が新しいんですか。そっちの最新じゃない、裁判をやり直す方の最新だ。ああ、まず袴田さんの事件が何かを聞こうか。偉そうだな。これは57年前に起きた強盗殺人事件だ。その時犯人として有罪が確定したのが袴田巌さん。しかし当時の捜査機関が証拠を捏造した可能性が極めて高いとして裁判のやり直しを求めて訴えていたんだ。冤罪ってやつですよね。冤罪な。再審にはまず有罪の確定判決を出した裁判所に再審をしてほしいと請求するんだ。誰でもカジュアルに請求できるんですか。いいや、無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したという理由が必要になる。これを証拠の明白性と新規性と呼ぶんだ。判決を覆す可能性がある証拠が必要ってことですね。じゃあそれさえあれば裁判が始まるんですか。いや、再審請求の中で無罪を求める弁護側と有罪維持の立場を取る検察側が主張を戦わせる。裁判のやり直しが必要かどうかを裁判の前に争うわけですか。そうだ。裁判所が証拠の明白性と新規性があると認めると再審開始が決定する。でも開始決定が出ても検察が高裁や最高裁に不服を申し立てられるためすぐに始まるわけじゃない。それこそ何年もかかることも。裁判所が認めてもすぐには始まらないのか。ただ再審開始が確定すれば再審請求の段階で双方が立証を尽くしているから。いや、立証って何ですか。証拠を示してはっきりさせることだ。なるほど、再審請求の段階で証拠をはっきりさせてるからってことですね。そうだ。だから再審が始まれば前に確定した判決が維持されることはまずない。つまり判決は覆るってことなんですか。そういうことだ。ただ日本は三審制だから判決の多くが地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の審理を経て確定している。そこまでしっかり審理を尽くしているから裁判をやり直すハードルはめちゃくちゃ高い。そうだよな。ちょっとやそっとじゃ再審 OK ってわけにはいかないよな。だからこの再審開始を決定させることは開かずの扉とか針の穴にラクダを通すより難しいとさえ言われているんだ。暁先輩が輝く太陽の下でハツラツとテニスを楽しむことより難しいってことですね。うるせえ、私は締め切った部屋で寝とげがいいんだ。じゃあ今回の再審開始は歴史的快挙なんですね。そうとも言えない。なんだと。疑わしきは被告人の利益にという刑事司法の大原則があって、70年代には再審にもそれを適用すべきという考えが示されたんだ。その結果80年代にはいくつかの事件で死刑囚が無罪になるケースが続いた。いや、そうなんですか。じゃあフルフープに原付バイクを通すくらいには楽になったんですね。でも90年代は一転、再審が認められないケースが相次ぎ、再審を求める人たちにとっては冬の時代と評されている。ああ、暁先輩がテニスを楽しむことは絶望的に。だから寝とげでいい。じゃあ最近はどうなんですか。前よりハードルが下がったとまでは言わないが、 DNA 鑑定とか新しい技術による新証拠がきっかけになって再審で無罪になる例が続いている。そうか、時代が新たな証拠を発見するってこともあるんですね。一方で再審は通常の裁判と違って審理の進め方や証拠の開示のあり方、裁判官の権限についての明確な規定がなくて、それも冤罪救済の大きな壁になっているという指摘もある。再審のルールははっきりしないってことですか。それじゃ再審を求める方もどうしたらいいのかわからないってこともありますよね。だから日本弁護士連合会などは早急な法整備を訴えている。なるほど。でも再審請求なんてレアケースだけに、どうしても法整備となると後回しになっちゃうんでしょうね。この開かずの扉もきっと開かないんじゃ。はい、開きますよこれ。え、ただの出入り口でしたね。おい、しまいに行くぞ。